白いね、樹脂っぽいのが見えます。これがあれなんかなっていう感じですね。はい、開けました。これがツインパイスダブル中身です。リール分解系 YouTuber ジョルダグです。さて、今回は目の前にあります21ツインパワー SW の分解解説動画をしていこうかなと思います。さて、この動画はですね、見た目とか巻き心地、ドラグ音、ベールを返した音などこういったインプレはいたしません。もうすでにね、他の動画ありますので、その辺を見ていてくれたら嬉しいなと思います。さて、今回はですね、ツインパワー SW4000 番ということなので、4000番手っていうのは結構特殊なサイズなので、その辺だけね、皆さんご注意くださいませ。さて、今回はですね、こちら21モデルだけじゃなくて、はい、どうぞ。はい、前回のモデルのね、1号ツインパイ SW、 これも4000番の XG 一緒でございます。これも分解していって、中身がどうなってるのかなとか、どの辺がどう変わってるのかなっていう方をじっくりとね、見ていこうかなと思います。さて、やっていきましょう。ハンドルノブを外していきましょう。はい、SW はこのように折りたたみのハンドルとなっております。ハンドルノブが前のモデルに比べて大きいので、ちょっと測ってみます。44やね、39ミリぐらいですね。ベールのやつなんですけど、全部ね、アームが外向きとなっております。このように外ね、前のモデルなんですけど、このようにアームカムのところは外向きで、こういってこっちが内向きなんですよね。ラインローラーの方を取っていきます。マイナスネジですね。まあグリスべったりなのはわかるんですけど、注目してほしいのはそこじゃなくてですね、これは DLC でコーティングされたやつ、ダイヤモンドライクコーティングと言います。ダイヤモンドのように硬く、グラファイトのように滑る、すごくラインローラーの素材としてはぴったりなやつでございます。一体型やな、これ分解できないやつですね。ほら、 SW 特有の X プロテクトのラインローラーではございません。あのステーラと一緒の素材使われております。対する1号モデルなんですけど、このようにもう普通のラインローラーです。 DLC ではございません。はい、分解式ですよね。もうこのね、あのやつ見ていただいてすぐにパッと分かった人はなかなかね、分解マニアです。そうですね、僕もこの時点で分かりました。これはですね、テンステーラと一緒の構造ですね。これもう一つの方ですね。カラーがあって中にベアリングが仕込まれております。ダブルベアリングで、装備されたラインローラーです。汎用機と変われへんね、中ベアリング。と SW の4000番って言っても、やっぱり汎用リールとこの辺は変わらない感じがいたします。この縁の部分はここに穴が開いているんで、多分ね、これ水抜き穴やと思います。裏にもね、ありますけど。縁があるから、こう海水が侵入したら水抜き用の穴もないし、ここにね、とどまってしまう。21モデルの方がやはり考えられているなっていうのがね、よくわかります。なんか金属っぽいですね、これね。もう一個ワッシャーがあるわ。あー、出てきました。これやな。はい、見えますでしょうか。白いね、樹脂っぽいのが見えます。これがあれなんかなっていう感じですね。お、ブッシュそのままか。この中のところにはベアリングは入ってないですね。代わりにね、白いブッシュ見えるかなと思います。これがいわゆるインフィニティドライブの心臓部かな。はあ、はい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 、こうなってるんだ。なるほど。樹脂のカラーの部分なんですけど、出しますよ。よいしょ。はい、ピニオンギアの中にすっぽりと綺麗に収まるようになっております。このインフィニティドライブっていうのは、こう樹脂カラーに支えられて、ピニオンギア中はね、あの何も触れない非接触型をしているっていうのがね、これですごく伝わるかなと思います。ただブッシュなんですけど、これで、ね、使ってたらそのうちね、摩耗してくるんちゃうかなと思いますけど、その辺はもう世界のシマノなんで、まあ絶対ね、性能試験はクリアされてるかなと思いますけど、どこまでね、持つんでしょうか、このブッシュはね。取ってみましょう。はい。何の変哲もないブッシュです。あー、飛んでいった。あー、見つかりました。あぶねー。はい、もうね、リアルガチに焦りました。相当びっくりした。これ素材、滑ります。なので、取り扱いは大変注意してください。このやつを追っていくと、はい、見えますでしょうか。ベアリングが入ってるんですよね。やっぱり耐久性とかを考えちゃうと、やっぱり21モデルにあるような樹脂のカラーの方が良かったんかなっていうのが今回のシマノの考えですね。そしたらローター取っていきます。
ああ、こんなところにゴムのパッキン入ってるね。すごい、防水性能考えられてる。ボックスタイプのローラークラッチですね。そろーっと、もうスーって抜く。ローラークラッチ、そこまでめちゃくちゃ大きくはないです。はい、1号です。あんまり変わらないですね。1号も一緒やね。はい、ローターハウジングですね。分厚いね。ちょっとね、シャフト、ちょっと触ってみます。ガタガタするね。カラーを入れてみましょう。カラーを入れた状態で、スポッとはまります。触ります。あー、全然、やっぱり違うね、全然。ガタはほとんど感じられないですけど、まあ、ゼロっていうほどではないです。ほとんど感じられないです。うん、やっぱ取ったら全然違うね。もうガタガタです。ネジのところを確認していきましょう。1個、2個。これは見えてるとこ。で、見えないところ、3、4。で、お尻のところはこれカバー隠れてますね。5。はい、5つの、ネジで、固定されております。ここはマイナスやねんけど、ここの下側のところだけが、貫通してないんで、ほんまのプラスじゃないとあかんので、舐めらんように注意です。あ、いけたいけた。さすが、ツインパクラスになると、このようにですね、タッピングネジは使われておりません。しかもこの上のやつがめっちゃ長い。はい、全部取りました。それでは上げていきます。よし。はい、いきますよ。どうぞ。よし。はい、開けました。これがツインパイスダブル4000番の中身です。ツインパイスダブルはハイブリッドボディとなっております。フットからボディの蓋にかけてはアルミ素材となっております。全然すごい厚みも感じるしね、また重いです。ステラと一緒のこれコーティングしてんちゃうかな。バリアギアみたいな感じが見て取れるかな思います。はい、そしたら1号モデルも開けていきます。コラセット。はい、出ました。1号モデルです。このようにしっかりと分厚いボディで守られております。こちらの樹脂の部分もね、一緒に見ていきましょう。このようにですね、SW はこのようにゴムのシールがあります。傷つけないようにね、大事な部分なんで。はい、これがね、SW のギアボックスです。ゴムのパッキンがね、ちょっとどうしてもこう跡があるんで、薄く見えそうなんですけど、これ実際見てみたら、やっぱりね、分厚さ感じます。この辺とかね、この辺も感じます。こちらのギアボックスなんですけど、どんな素材でできてるか、ちょっとね、皆さんと一緒に見ていきましょう。どっかに刻印がないかな、ないかな、ないかな。PA と書かれております。なので、これはポリアミドってやつですよね。で、ね、ちょっと後ろ向けていただいて、ほら、もうすでに怪しい。これ。インフィニティドライブの、これ、正体ですね。白いブッシュが見えているのがわかるかなと思います。このように四角い、ギアボックスとなっております。あとは特別21モデルとそんなに変わりはないかなといった感じです。後ろはこのように見えるかな？はい。普通のベアリングが入っております。硬い！硬い！このようにね、すごい。こんだけの厚み持たせております。まあ、この部分とかもね、しっかりと補強されてるんかなっていうのがよくわかります。このボディ構造は、G フリーシステムとかじゃなくて、もう普通の従来型のやつですね。テンステラからの一緒のやつです。ウォームシャフトが下に来るやつです。新しいやつはウォームシャフト上に来てるんですよ。だからこの辺がね、ちょっと懐かしさを感じますね。このメインシャフトの後ろに隠れているこの樹脂、ちょっと取っていきます。ああ、すごくサラッとして取れる。よいしょ。修道士ガイドが2本。はい。ここは、ベアリングは入ってなさそうやね。よし。メインシャフトは太いんですけど、これアルミ製ですね。軽いもんだって。4.4 ミリ。はい。サイレントドライブの秘密が出てきました。うわ、ベトベト。こう見たらわかるかな？ピニオンギアは大外のベアリングを回して、内径のところにメインシャフトを通ってるって感じです。つまりインフィニティドライブっていうのはこのようにですね、樹脂の、ブッシュによってメインシャフトを支えられてるっていうのがね、よくわかります。これで薪の軽さを実現したってことですね。
はい、メインギアです。このようにですね、15も21も大して大きさは変わらないと思います。で、21のモデルはこのようにネジ止めでされております。15は何もなし。21の方はこれバリアギアかな。色味がね、全然違うんが見て取れます。15は無垢のジュラルミンといった感じです。後ろ見てみましょう。後ろ、21の方がなんかすごくね、がっちりとした補強が入ってるかなと思います。対して15です。15は何にもないですよね。普通のよくあるやつです。厚みも見ていきましょう。はい。一緒かな。これもちょっと測っていきましょう。35ミリですね。35と変わらずです。21が32ミリですね。6.8 から7ミリぐらいですね。6.4。6.4 ミリぐらい。20.87。お、19.98。まあ思いっきり20。やっぱちょっとだけ違うんやろね。厚みは21の方があるかな思うんですけど、これもしかしたら誤差範囲かもしれないので、まあ、この辺は正確な値はちょっとわからないです。新旧の足付きの蓋となっております。アルミ素材です。1号の方が分厚いのかな思いますけど、まあこれはただの合わせ面だけなので、なんとも言えないです。配置としては同じような配置となっております。21の場合は、こう、曲線を生かしたコンパクトなボディ作りとなっております。対する15はですね、昔よくある、こう、四角いギアボックスとなっております。こう、曲線というか、まあ、武骨さはあるんですけど、昔のリールってこんなんだったよね、っていう感じが見て取れるかなと思います。そんなに大きくは変わってはおりません。ちょっとここで気になるポイントです。SW リールなのに、ラインローラーは汎用のもの。当然ドラグもこのように汎用リールと同じドラグが使われております。ローターとスプールが汎用リールの4000バーと一緒なので、インフィニティドライブの恩恵を感じるためには5000バー以上がいいかなと思われます。ローターとスプールが4000バーのため、このように汎用リール4000バークラスのスプールをつけることができます。比較的コンパクトな SW4000 バーですが、人によってはハンドルノブが少し大きく感じるかもしれません。もちろんそれらを補うクールな部分もありますよ。シックでエレガントな佇まい、まるで大人のリールです。 CI4 樹脂の大型ハンドルノブで、魚もあなたのハートもがっちりつかめます。 SW4000 版なら DLC ラインローラーを装備、滑りが抜群です。新型アルミローター搭載なので、思わぬ水しぶきがかかっても安心。水抜き OK。 特殊な樹脂で支えられたメインシャフトで軽い巻き感を追求、疲労を軽減します。あとは皆さんで実際に触って感じてくださいね。まとめです。これぞフルモデルチェンジである。インフィニティドライブやメインギアの改良、またサイレントドライブなど内部機構を一新し、新型アルミローター採用など6年ぶりにふさわしいモデルチェンジとなっております。完全版を求めるなら5000版以上、ドラグやラインローラーなど4000版だと省略された技術特性が目立ち不満ありです。ハイブリッドボディで問題なし。ハンプラと揶揄されるハイブリッドボディですが、しっかりと厚みを持たせることにより剛性を確保。成人男性である私が力強く握りしめてもビクともしないギアボックスは、汎用リールと異なり安心感が段違いです。さて、ここまで見てきました21ツインパー SW4000 版の最終評価ですが、回避、検討、候補、買い、この中で私が決めるとしたら、これは候補になります。欠点らしい欠点が見つからず、中身もしっかりアップデートできております。ただ SW4000 版に限って装備が劣る点が少し残念かなと思いますが、全然気にならないぐらいの進化を遂げていますので、安心して買うことができます。また個人的な意見となりますが、外見がとてもかっこいいです。ぜひとも皆さんにね、おすすめできるリールとなっております。もしあなたが分解してほしいリールって何ですか？コメントで教えてくださいね。秋冬モデルに出る21ナスキーが気になっております。ですが販売の方が延期となっておりますので、いつちょっと手に入るかわからないですが、楽しみとなっております。次のリールでお会いいたしましょう。ではまた。最後までご視聴ありがとうございました。またチャンネルの登録、あとはですね、各 SNS で新しいツイグの購入や配信状況など情報を発信しておりますので、こちらの方もよろしくお願いいたします。